敵か。全員俺の足を引っ張るなよ。地獄で後悔するんだな。ザコめ、消え失せろ。強者という言葉の真の意味を見せてやろう。なぜ負けた。俺は無敵だな。絶対的な力で勝つ、それが真の男さ。さすが俺。この世界に女は不要だが、影響彼女だけは違う。特別な運命の人さ。最も嫌いなもの、それは痛感能力を持たぬ弱者だ。生きる価値などない。我が名はゴーヤ。連合評議会最強の戦士だ。覚えておけ。なんだ、用がないならあっちへ行け。力こそ世界のすべて。貴様のような弱者、共に戦う資格すらない。俺と訓練。うちに帰ってミルクでも飲んでいろ。俺の本気が見たいのか。では見せてやろう。ちょっと待って、待った。強き者同士が惹かれ合うのは当然のことだ。そう、愛しの影響と俺。まあ、まだ彼女は少しばかり気づいていないようだが。弓使い、強いことは知ってる。俺を超えたいのもわかる。待て、待ってくれ。悪かったから武器をしまえ。今日は俺がこの世界に生まれた素晴らしき日だ。愛しの影響に会えないのは寂しいところだが、まあ祝うとしよう。誕生日おめでとう。このような施しは滅多にしないぞ。光栄に思えよ。新しい任務のようだ。グズグズするな。俺の戦績に傷をつけたら容赦しないぞ。イベントか。この程度であれば弱者のお前たちがすべきだな。誰だったかな。気にしないでくれ。弱者に興味がないだけなんだ。俺は確かに優秀だ。だからといって勘違いはするなよ。いつも心は影響の虜さ。誰だったかな。気にしないでくれ。弱者に興味がないだけなんだ。お疲れ。友として認識はしている。だが認めたわけではない。調子に乗るな。俺のためにこんな危険を。共に戦う仲間として認めてやろう。光栄に思えよ。すまない、今のは忘れてくれ。